落としましたよ。目の前の男性が何かを落としたので声をかけると、男性は振り向いた。ああ、それゴミな？あとこれも捨てておいてくれ。そう言って俺にペットボトルを押し付ける。え？と俺が戸惑っていると男性は言う。お前清掃員だろ？それくらいやれよ。私は忙しいんだから。その時、エレベーターが来て、男性は振り返りもせず乗っていった。この時は、この失礼な人物と関わることになるなんて、そして、この人物がまさかあんなことになるなんて、俺は知らなかったのだ。俺の名前は優也。清掃会社で働く30歳だ。うちの会社の社長は俺の兄で、兄は商才があったらしく、20代で起業すると、あれよあれよと軌道に乗せた。俺と兄は7歳離れていて、俺が学生の時に兄が起業。どうして清掃会社なのかと思ったが、兄は学生時代に清掃のアルバイトをして、不便なところがたくさんあったからと答えていた。俺は興味本位で兄の会社の手伝いをしていたが、大学を卒業と同時に兄の会社の社員になった。俺は主に営業をしていて、時間が空いている時や新人が入った時などは現場に出て、新人の指導や現場の問題点を探っているのだ。清掃員というだけで見下された、なんていうパートさんもいたので、そういったことがあればすぐ言ってもらうようにし、必要なことは俺から取引先に伝えている。その甲斐あってか、社員だけでなく、アルバイトやパートさんたちも、うちの現場は働きやすいと言ってくれるのだ。兄もそういう取引先が嫌いなので、場合によっては契約を中止し、従業員には他の現場に回ってもらうこともある。そんな中、最近、うちの会社では、とあるシステムを開発した。従業員のタイムカードをスマホから打刻できるようにし、清掃状況の確認もできるようなアプリだ。今までは、勤怠報告を電話でもらっていて、事務所で電話を取る人間が必要だったが、これなら余計な人員を割かずにパソコンでチェックできるし、清掃状況もわかるので、従業員の頑張りが目に見えてわかる。他にも給料明細を見れるようにし、便利な機能もつけていき、これを他の業界も含めて売りに出すことにした。派遣社員や業務委託をしているところを中心に売り込み、これが大当たり。営業をかければかけるだけ、うちの売り上げは上がっていった。その中で、もともとうちの取引先である企業がこのシステムに目をつけたそうだ。さらに改良して別の分野にも売りに出したいという。この間、兄が商談に行き、なんと5億の案件になるそうだ。しかし、俺はその取引先をあまりよく思っていなかった。定期的な清掃の依頼が来るので、俺も何度か現場に入ったことがあるのだが、わざとゴミを落として俺たちに掃除させる人間がいて、さすがに取引先の担当者にも進言したことがある。だが、その嫌がらせをする人間の名前もわからないので特定できず、それ以上は何も言えなかった。嫌がらせをする人物は偉そうにしている男性で、歳は俺より少し上の40代くらい。それしかわからないので特定のしようがない。きっとあの男の中では、清掃員は見下していいなんて思っているのだろう。たまにいるのだ、そういう人間が。見下していい職業なんてあるわけがないのに。しかも、清掃を頼んできているのは向こうの方なんだから、どちらかというと感謝してもいいと思う。顔はもう覚えた。次に見かけたら文句を言ってやる。ちょうどその頃、俺が誕生日を迎えることになり、仕事で忙しかった俺を兄が祝ってくれることになった。何が食べたいかと聞かれたので、
俺は迷わず寿司と答える。俺の大好物だ。兄はうなずいて俺を連れて行く。着いたのは以前兄が接待で使いたいから下調べをしたいと言って一緒に来たことのある高級寿司店だ。なんとも上品な空間で背筋がシャキッと伸びた。前に来た時は俺にメニューを選ぶ権利はなかったのだが、兄は今日はゆうやの好きなものを好きなだけ食べろと笑った。兄はなかなか豪快な人だ。俺は兄の言う通り好きなものを頼んだ。新鮮で美味しくて久しぶりの高級寿司に俺は感激していた。するとそこへとある人物が俺の正面から歩いてくる。どこかで見た顔だ。誰だろうと思っていると相手と目が合った。向こうも同じように俺を誰だか思い出そうとしているようだ。そこで俺はようやく思い出す。あの取引先の社員の嫌がらせをしてくる偉そうな男だ。でもこんなところでは会いたくない。俺が視線をそらそうとすると向こうが俺に気づいてしまった。あれ、お前うちの掃除してるやつだよな。清掃員が高級寿司？おいおい大丈夫かよ。ただ清掃員として出入りしているだけでろくに会話をしたこともないのに、男は俺に向かってそう言ってくる。俺は口ごもって、と言ってしまう。男は鼻で笑って、お前、俺の顔わからないのか？お前が出入りしてる会社の部長だぞ。まあ、お前みたいな底辺の清掃員と、俺みたいな偉い人間は住む世界が違うから、わからなくても仕方ないか。と言う。俺はさすがに声を低くした。それは失礼すぎませんか。男は俺の様子を見て笑う。俺は男が口を開く前に話し始めた。あなた、いつも私たち清掃員を見下して、わざとゴミを落としていくこともありますよね。ああいった行動は、慎んでいただけませんか。そう言うと兄の目つきが鋭くなる。以前から兄には話をしていたので、兄はこの男が誰だか分かったようだ。男は俺を見下して言う。清掃員にゴミを渡して何の問題があるんだ？お前たちは俺と違って底辺なんだから、こんな高級な店に来てないで、そこら辺のファミレスにでも行けばいいんだよ。話したこともないような人間にそこまで言うか？俺が頭に来て言い返そうとした時、兄が口を挟んだ。あなた、どなたですか？兄が今にも喧嘩を売りそうな雰囲気だったので、俺は慌てて、兄さん、と声をかける。すると男はにやりと笑って名刺を兄に向かって投げつけてきた。兄がその名刺を手に取ると男はニヤニヤと笑う。兄弟だったのか。なけなしの金で高級寿司か？清掃員をやっているくらいなんだから、どうせ学歴もない無能なんだろ？よく見たら兄弟揃って無能な顔だな。この男、ストレスでも溜まっているのだろうか。俺たちに向かってとんでもないことを言ってくる。そして兄に向かって、うちの会社、君も名前くらい知ってるだろ？俺はそこの部長だ。それに君たちと違って名門大学を卒業しているんだよ。今日はその大学時代の集まりでな。と言った。この男は俺と兄の何を知っているというのか。兄は名刺をまじまじと見ている。俺はあまりにもひどい男の態度に思わず反論した。あなた本当に何なんですか？私があなたに何かしましたか？ただ清掃員として御社に関わっているというだけで見下されるなんてたまったもんじゃありません。私たちはプライドを持って仕事をしています。俺が立ち上がりかけたその時、兄が俺を抑える。ゆうや、言いたいことはわかるが落ち着け。
そして兄は男の方を見て、安藤さんですね。部長なんですか。さぞかしすごい方なんでしょうね。と言う。俺は名前も知らなかったが、名刺からこの男の名前が安藤だと分かった。これで取引先の担当者にいつも嫌がらせをしてくる人間の名前が分かったと言える。そう思ったが、よく考えてみると、安藤が部長ということは担当者よりも役職は上だろう。そうなると安藤に注意のできる人間がいないのではないか。そんなことを頭の中で考えていた。そこへ兄が口を開く。でも部長だからといって他の職種の人を見下すというのはどうでしょう。あまりにもやっていることが幼稚ですね。そう言うと安藤は眉間にシワを寄せた。は？君にそんなことを言われる筋合いはない。君たちみたいなのがいると寿司がまずくなるな。そもそも場違いだからさっさと帰れ。安藤は俺たちを追い払う仕草をした。その瞬間、兄はため息をつき足を組んで座り直す。どうしたのかと思い兄を見ていると、兄はスマホを取り出しどこかに電話を始めた。安藤も不思議そうに兄を見ている。兄は電話が誰かにつながったようで、ああ、社長？と話し始める。そして、昨日の5億の取引はやっぱキャンセルで。と兄が言った。安藤はいぶかしげな顔で、え？と言う。兄は続けた。御社の安藤部長という方が我々の仕事をバカにしてくるんですよ。清掃員は見下していいと思っているようですね。そんな人間がいる会社と大きな取引をするつもりはありません。うちのシステムに興味を持っている企業は他にもありますから、うちはそちらと取引させてもらいますよ。それと、御社の清掃業務も請け負っていましたが、こちらも契約終了とさせていただきたい。安藤部長のような人間がいる現場にうちの従業員を入れたくはないですからね。そして言いたいことがあれば安藤を連れてうちの会社に来るようにと話し、一方的に電話を切った。安藤はキョロキョロしだして、おい、どういうことだと言っているが、兄は無視して席を立ち会計に向かう。安藤はどういうことだと繰り返しながら俺たちについてきたので、俺は安藤を追い払う仕草をした。他のお客様に迷惑ですよ。これからあなたの身に起こることが楽しみですね。そう言って笑いながら兄と一緒に店を出た。翌日、取引先の社長が安藤を連れて飛んできたそうだ。俺は兄に呼ばれ応接室に向かう。中に入ると神妙な顔をしている安藤と取引先の社長がいた。兄が無言で座っている。相当怒っているのだと感じた。俺は兄から今までの安藤の態度を説明するよう言われたので口を開く。私が清掃をしている目の前にわざとゴミを落とし捨てておけと言われました。他にもすぐそこにゴミ箱があるにもかかわらず、ペットボトルもゴミだからと渡されたこともあります。昨日はたまたま外で出くわしただけなのに、わざわざ話しかけてきて清掃員の仕事をバカにしたり、私や兄を無能な顔、場違いだと言ったり、とにかく失礼な言動が多かったです。何より今まで話したこともないような人にいきなり寿司屋でそんな風に見下されるというのは精神的苦痛もありました。兄はうなずきながら聞いていて、取引先の社長は怒りで顔を真っ赤にしている。安藤はうつむいているので何を考えているのかわからない。取引先の社長が安藤に向かって厳しい声で聞いた。安藤部長、本当なのか？すると安藤は言葉を濁す。いや、
そんなことした覚えはありませんね。誰かと間違えてるのではないでしょうか。その態度に俺は思わず、は？と声に出した。あれだけのことをしておいて覚えてないで済まそうって言うんですか。俺の言葉に安藤は顔を上げて、本当に私だったのか。君は我が社の人間の顔を全員知っているわけではないだろ。他の人間だったんじゃないか。と言ってくる。そうきたか。この場での証拠は俺の記憶だけ。言い逃れはできてしまう。しかしここで兄が口を開く。少なくとも昨日私と弟を馬鹿にしたのは私の記憶にも残っていますし、必要ならあの寿司屋の店主にも連絡しますよ。店内であれだけ話していたんだから店主の記憶にも残っているかと思います。そう言うと安藤は青ざめて言い訳を始める。それは申し訳ありません。実は昨日はあの店に行く前に部下がミスをしましてね、私が尻拭いをしていたのでちょっとむしゃくしゃしていたんです。それでちょうど見知った顔がいたので、まさかそれが取引先の社長だなんて思わず少しストレスをぶつけてしまったというか、とにかく本心じゃないんですよ。兄は無表情のまま安藤を見た。取引先の社長も安藤を睨んでいる。兄はちょっと失礼と言って部屋を出た。スマホを持っていたからどこかから電話でも来たのだろう。俺は安藤に向かって、では私はあなたのストレス解消のためにあれだけひどいことを言われたということですね。それにまさか取引先の社長だとは思わなかったということは、そうでなければ見下す対象だということですよね。と言うと安藤は口をつぐんだ。俺は続ける。私や兄のことを無能な顔とまで言いましたけど、あなたに無能なんて言われる筋合いはありません。特に兄はこの会社をここまで大きくした人ですし、5億の商談をするくらいの人間です。まあその商談相手はあなたのせいで御社ではなく他の会社になったようですが。そう言うと取引先の社長は青ざめる。その件ですが何とかして。しかし俺は社長に向かって、申し訳ありません、私は権限がないので社長である兄が戻ってきてからお話しください。と言うと社長は黙った。安藤は黙っていたと思ったが、いきなり俺を見て笑う。お前は兄貴がいないと何もできないんだろ。やっぱり無能じゃないか。どうやら俺は安藤に無能だと認定されてしまったようだ。取引先の社長は慌てて安藤を止めるが、俺はにやりと笑った。無能でも何でも構いませんよ。あなたみたいな人に無能と呼ばれても痛くも痒くもありませんからね。するとその時部屋のドアが開いて兄が入ってきた。会話は聞こえていました。言っておきますが、ゆうやは無能なんかじゃありません。なんせ御社と商談予定だったシステムの発案は弟のゆうやです。それに営業もしながら新人への指導もしてくれているし、うちの会社にとってなくてはならない存在です。そんな弟を無能扱いするなんてやめてもらいたい。きっぱり言った兄の言葉に俺は思わず照れてしまい、言葉が続かなくなる。兄は続けて口を開いた。寿司屋の店主に確認しましたよ。昨日のことは覚えているそうです。必要であれば証言してくれるとおっしゃっていました。それと面白い話も教えてくれました。あの後安藤部長は大学の同期とあの店で会っていたそうですね。あなたは一人だけ常識がなく、店員に対して威圧的だったり偉そうだったり、おまけに食べ方も汚かったと店主が言っていましたよ。同じ大学を出ていてもこうも違うものかと思ったと店主から聞きました。それを聞いて俺は笑ってしまう。それで今日は何しに来たんでしたっけ。
商談は決裂ですよね。謝罪なら聞こうと思いましたが、安藤部長は謝罪する気がなさそうなので、そろそろお引き取り願えますか。兄がそう言うと、取引先の社長は慌て始める。申し訳ありません。安藤は解雇しますから、どうか商談を進めさせていただけませんでしょうか。そう言うと安藤は、解雇？と大きな声を上げた。そこで俺はダメ押しに口を開く。安藤部長の私に対する行いですが、よく考えたら会社に防犯カメラくらい設置してありますよね。もし私の話を疑うのなら確認してみてください。と取引先の社長に言うと、また安藤と揉め出したので、俺と兄は顔を見合わせため息をつき、取引先の社長と安藤を追い出した。その後、取引先の社長の話によると、安藤は会社に重大な損失を与えたとして解雇処分としたそうだ。5億の案件は安藤の件でごたごたしている間に他の企業と商談し契約を締結させた。安藤のいた会社とは今まで通りの清掃作業の契約のみになる。とはいえ安藤がいなくなり清掃作業もしやすくなったのでストレスもなくなった。さて今日は新しい人が入ってくる。この仕事を好きになってもらえるように俺も頑張ろう。雨ごときで作業を中止している場合じゃない。工期が遅れているため現場監督がピリピリしている。誰のせいだと思っているんだよと俺たちは内心呆れていた。俺の名前は野村、建設会社で働いている。うちは掘削工事が得意で、大手の下請けとして作業することが多い。今回の現場は、とある観光地の外れ。数年前に廃業したホテルを大手のホテルチェーンが買い取って、高級ホテルとして再オープンさせる予定だ。ホテルは山の中腹にあり、駐車場がやや下ったところにある。ホテルの手前にレストランとカフェを新たに作る予定で、俺たちが請け負っているのは、駐車場までの道路の糊面補強工事と新しい建物の土台の掘削工事だ。この現場当初から工事の難航が予想されていて、実際に計画よりも大幅に工期が遅れていた。うちの社長が現場監督の豊崎に、この工期では必ず遅れが出ると思いますよ、今のうちにもう少し余裕のあるスケジュールにしませんかと何度か提案していたが、豊崎は、それではコストがかかりすぎるし、他の作業に支障が出るからダメだと、全然聞き入れなかった。拉致が開かないと、うちの社長は豊崎の上司に話を持っていき、内々で工期の遅れに了解をもらっているが、工期の遅れにトラブル続きで、俺たち作業員はうんざりしていたのだ。あの時の現場監督覚えています？足して2で割ってほしいくらいですよね。部下の佐藤が俺に愚痴ってくるから俺も苦笑いをした。何年か前に雨嫌いの現場監督がいたのだ。少しでも雨が降ると作業を中止にするから工期が遅れに遅れた。こんな風に現場は現場監督の性格に左右されがちだ。今回の現場監督豊崎はうちの社長との話し合いの様子からも下請けの意見を聞き入れない人間であることや、コストを重視するタイプだと想像はついていた。難ありの人物かなと思っていたが、いざ工事が開始すると、きちんと材料や重機の準備をしてくれ、段取りもバッチリだったから、俺たちはほっとしていた。ところが、数日もすると、豊崎の化けの皮が剥がれていく。豊崎は、業務時間に休憩所でサボるだけ。代わりに、豊崎の部下の須永さんが現場監督の仕事をしていることが分かってしまったのだ。豊崎のような上司を持つと大変だな。俺たちや他の協力会社の作業員たちは須永さんに同情的だったが、よその会社の内部事情に首を突っ込めないし、きちんと仕事が回ればそれでよかった。ところがその次の週に
須永さんが突然辞めてしまったから大変だ。目撃した部下によると、前の週に豊崎と大声で言い争いをしていたらしい。須永さんがいなくなると、現場が立ち行かなくなった。俺たちも朝仕事に来たら、頼んでおいた重機や材料が届いていなくて、そのまま作業中止という事態になることが増えた。それもこれも、あの豊崎のせいじゃないですか。須永さん、今からでも戻ってきてくれないかな？それは、須永さんがかわいそうだろ？確かに須永さんが戻れば、俺たちは楽なのだが、そもそも全ては現場監督の仕事をしない豊崎が悪い。しかしまずいな。作業が遅れすぎている。俺は工期の書かれた看板を見つめる。この現場が終わり次第、別の現場に入る予定があるのだ。事前に工期の遅れを見越し、余裕を持って日程調整していたが、間に合わなくなってしまう。その後もトラブルは続いた。おっと、水道管があるな。斜面を掘削していると、図面にない水道管を発見したのだ。まずいぞ、また工期が遅れるじゃないか。余計なものを発見しやがって。報告へ行くと、豊崎が激怒したが、水道管があるのは俺たちの責任じゃない。ただ、工期が遅れて困るのは俺たちも同じだ。では、重機を増やしてもいいでしょうか。コスト削減のため、いくつかの機械を兼用していますが、付け替え時間がもったいないので。重機によっては、付属部品を変えれば違う用途に使える機械がある。しかし、付け替えに時間がかかるわけだし、使用目的ごとに分けて用意していた方が作業効率が良い。俺がそう提案すると、豊崎は。うるさい！コストがかかるだろうが！わかったぞ！お前たちそれが目的なんだな！うちから利益をかすめ取ろうとしているんだろう！と怒鳴る。違いますよ。確かに重機の投入費用はかかりますが、時間の節約になります。黙れ！下請けごときが俺に意見するな！お前たちは休まず働いていろ！結局、水道管を避けて、糊面の角度を急勾配にして工事をするしかなかったのだが、俺は不安だった。本来なら、もう少し角度を緩やかにできるんだが、角度が急になった分、しっかりと土を固めきれていない気がするのだ。そんな時、季節外れの台風が近づいてきた。天気が崩れがちになり、雨の日が増えている。数日後、いよいよこの現場へと直撃しそうになった。俺たちは現場近くの食堂で、朝食を食べながらテレビを見ていた。マジで今日作業やるのかよ。台風なのにな。記録的な豪雨になるって言っていますけど、大丈夫でしょうかね。作業は予定通り行うと豊崎から連絡が来ていたため、みんなで現場近くには来ていたが、テレビでアナウンサーがしきりに、命を守る行動をと呼びかけている。ちょっと待ってろ、社長に確認する。俺は社長に電話をして相談をした。すると、社長は今までのこともあり、俺の判断で作業を中止していいと言ってくれた。実は昨日、俺は豊崎に作業中止を訴えたのだ。すると豊崎は、バカなこと言うな！工期が遅れているんだぞ！と怒鳴ってきた。それはそうですけど、明日の作業場所は、例の急勾配にした糊面の下で水が抜けづらく、何かあった時逃げ場がありません。危険すぎます。明日の作業は休ませてください。俺は豊崎に事情を話して頼んだ。しかし豊崎は、ダメだ！時間がないんだ！今は少しでも遅れを取り戻さなければ！テレビが大げさなだけで、どうせ台風なんて大したことはない。小雨程度だ！と言って、全く聞き入れない。雨がひどくなってきたら、絶対に作業を休ませてくださいね。ダメだこれは。俺は、豊崎の説得を諦めたが、念を押しておいた。野村さん、どうでしたか？豊崎のいる休憩所から出て、
部下たちの元へ戻ると佐藤が心配そうに聞いてくる。小雨のうちは作業してくれとのことだ。俺が部下たちに告げるとみんな落胆した顔になった。そして今日、雨は次第にひどくなっていく。豪雨の中、建設現場で俺たちはずぶ濡れだ。やばいな。作業中止だ。撤収しよう。俺は豊崎に相談することなく、部下たちに声をかけた。現場監督から怒られませんか？心配性の部下から聞かれたが、俺は、責任は俺が取るから、大丈夫だ。と言い切る。そして、俺は豊崎のいる休憩所へ向かった。コーヒーを飲みながら競馬新聞を読む豊崎に、作業を中止します。と宣言する。は？ふざけんな！工期が遅れていると言っただろ！お前の頭は土でも詰まっているのか？何度言ったらわかるんだ！下請けに休みはない！逆らうなら契約を切るぞ！お前にこの意味がわかるか？契約を切るってことは、お前の会社とはもう取引しないってことだぞ！お前はこの責任が取れるのか？豊崎は嫌味な笑いを浮かべながら凄んできた。ええ、わかりました。は？俺が真顔で返事をすると、半笑いの顔で豊崎が聞き返す。俺はそれを無視し、休憩所の扉を開け、大声で怒鳴った。今すぐ契約中止！全員撤収だ！今日の作業を中止するだけじゃないぞ！もうこの現場とは、おさらばだぞ！イエーイ！やった！佐藤をはじめ、部下たちの歓声が上がる。ちょっと待てよ！変な冗談はよせ！作業を続けるんだ！豊崎が慌てて俺を止めようとするが、俺は無視し続ける。忘れ物をしないようにな。もう戻ってこないぞ。そうと決まれば急ぎましょう。あの斜面が良くない感じなんですよ。その時、一人の部下が工事していた乗り面を指さす。土砂降りで視界が悪い中、部下が指さした方向を見ると、雨水が勢いよく流れている。雨音に混じり、バチバチっと何かが裂ける音がした。俺はゾッとした。これって、崩落の前兆じゃないか？急げ！後ろで一人騒ぐ豊崎を無視し、俺たちは撤収作業を急ぐ。周りにいた他社の作業員たちにも、土砂崩れが起きそうだと伝えると、みんな我先にと作業を中断していく。実際の現場で大きな崩落を経験したことはなかったが、安全対策の実習で何度も見て聞いてきた兆候だ。重機を移動して止めて、ある程度片付けていたこともあり、全員があっという間に撤収作業を完了した。よし、全員無事だな。俺が部下たちに確認したその時、ゴロゴロっと音がして、のり面が崩落したのだ。ついさっきまで俺たちがいた場所が土砂で埋もれている。間一髪だ。背中にぞっと冷たいものが走った。なんてことだ！また工期が遅れてしまう！お前たち、早く土砂をどけるんだ！豊崎がわめくが、俺は、もし俺たちがこのまま作業していたら、間違いなく巻き込まれていたんだぞ。それにな、土砂崩れはこの一回だけとは限らない。今すぐこの場から避難しなければ危険だぞ。と、一喝する。だが、後期が、うちは契約中止だ。どうしてもと言うなら、他の会社を頼め。作業員の安全が第一だからな。みんな、帰るぞ。はい。俺たちは、こうしてさっさと撤収した。それから俺は、社長へ電話で、一連の出来事を報告する。社長は、わかった。すぐに豊崎の上司へと連絡するからな。と受け負ってくれた。俺は会社に到着し、後始末を終えると、会社のシャワー室でびしょ濡れの体を洗った。さっぱりして出てきたら、事務の女性から、すぐ応接室へ行くようにと言われたのだ。応接室には、
真っ青な顔の豊崎と上司らしき男性、それから二人を睨みつけ腕を組んでいるうちの社長がいた。豊崎は現場から直行してきたのか、作業着姿で服が濡れている。すみません、お待たせしました。俺が社長の隣に座ると、豊崎の上司がすぐに、この度は大変申し訳ございませんでしたと謝罪してきた。豊崎も上司から促され、しぶしぶ、雨なのに作業中止しなくてすみませんでしたと謝る。豊崎はでもと続けた。工期が遅れているんだから作業するのは当然でしょ。豊崎が開き直ってそんなことを言うから、俺もカチンと来たが、うちの社長が激怒した。あんた、謝る気が本当にあるのか？あんたの言う通り作業していたら、うちの社員たちは今頃全員織田仏だったんだぞ。すみません。社長の迫力に豊崎がもう一度謝る。豊崎の上司もかばいきれないと思ったのか、呆れた顔で豊崎を見ていた。豊崎くんには普段もっと規模の小さい現場を担当させているんです。このような規模の現場は荷が重かったようです。豊崎の上司はそうフォローしたが、社長は首を振った。うちは再三あなたにも連絡していましたね。私はあなたにも怒っているんですよ。確かに社長は豊崎の上司と何度も連絡を取っていたのに、全然改善されないのだから腹が立っているのだろう。人手不足で代わりの人材がいなくてですね。言い訳は結構です。建設業は慢性的に人材不足ですよ。それはどこも同じですからね。そちらの事情をうちに押し付けないでもらいたい。大変申し訳ございません。社長からピシャリと言われ、豊崎はもちろん、豊崎の上司がまた頭を下げた。それから豊崎の上司は、とにかくこの度は事故が起きてしまいましたが、このまま契約中止というのは困ります。どうか天候が落ち着いたらまた現場に入ってくれませんか。豊崎くんは解雇が決まっていますからと続けた。は？どういうことですか？上司の爆弾発言に豊崎が食ってかかる。本来ここで言うつもりはなかったんですが、豊崎くん、君の問題行動は君の元部下の須永くんからよく聞いている。実は須永さんは証拠を揃えて豊崎のことを人事部に伝えてから辞めたらしい。須永さんは豊崎のパワハラを訴えるべく準備中だそうだ。それで人事部が調査に動いているという。あの野郎！豊崎が小さくうなる。そういうことですから、現場監督が豊崎くんで亡くなればまた現場に入っていただけますよね。あの現場難しいと他からは断られてしまいまして。豊崎の上司の懇願に俺たちは顔を見合わせる。確かに山間地の岩場の掘削は面倒な仕事で、できる会社は限られている。ああ、そういうことでしたか。豊崎さんがいなくなるなら、まあ。ああ、そうそう。うちも豊崎さんから随分と不当な扱いを受けましてね。私も追加工事の請求を踏み倒されそうになっていることを、この機会にお伝えしようと思っていまして。それはまずしっかり払っていただかないと困るんですよ。一瞬社長は何を言い出すのかと思ったが、だんだんと俺は理解してきた。社長はこの機会に今まで踏み倒されそうになった費用を回収するつもりなのだ。やめてください！豊崎が社長を止めようとするが、社長はそれを無視。実は豊崎の段取りミスで材料が届かなくて
作業を中止した日が何日かある。うちに落ち度はないので、基本給は請求できる。追加工事分も請求できるはずだ。豊崎は日程の変更だと言い張り、追加工事分は認めず、費用を払わないつもりだったのだ。きちんと全て払ってくれますよね。俺が聞くと、豊崎の上司は、はい、もちろんです。と答えた。それから、今後の受注を匂わせて、接待やプレゼントを要求してきましたよね。豊崎さんから封筒を預かった話をここでさせていただきたいと思います。俺は、豊崎から社長に渡せと大きな封筒を預かったことがある。後で社長に聞いたら、中には、仕事に一切関係ない雑誌や広告が入っていて、ペンで丸がついていたり、付箋が貼ってあったりしたそうだ。プレゼントしろということだったらしい。社長が放置していたら、電話で露骨に要求されたそうだ。その時も、豊崎は逆らうと契約中止だと脅してきた。その時の音声も録音していますよ。豊崎、お前なんてことをしているんだ。だって、たかが数万円のものですよ。こっちは重機代や人件費で何百万、何千万も負担しているんだから、そのくらい。豊崎の上司が呆れたように言うと、豊崎は小さく言い訳をした。俺も社長もため息が出る。いい加減にしてください。費用を負担しているのは、会社であって豊崎さんではないでしょう。俺は豊崎さんのように不当に金銭を要求するつもりはありません。ただ、正規の報酬だけはしっかりもらいたいですね。豊崎の上司は最後、俺たちに。わかりました。重ね重ね、本当に申し訳ありませんでした。しっかりと対処させていただきたいと思います。と言い、深々と頭を下げると、豊崎を引きずって帰っていった。その後、豊崎は懲戒解雇になったそうだ。豊崎の上司も豊崎を放置した責任を取らされ、3ヶ月の減給処分になったらしい。俺たちはというと、しっかり今までの費用は回収したが、別の現場へ入る日程になってしまい、あの現場には戻らなかった。そこでなんと現場監督になった須永さんに会った。さすが豊崎の代わりに、現場監督の仕事をしていただけあって、段取りは完璧。気配り上手で、とにかく働きやすい。こういう現場は楽しいなと、俺たちは笑い合った。首かさせん、どっちか選べ。13億の取引失注を俺のせいにして、部長はニヤニヤと笑っていた。こんな男のいる会社なんて未練はない。俺の名前は青沢。とある会社の本社営業部で働いている。先月、本社の営業部長が出世して専務になり、代わりに支社で営業部長をしていた横田が移動してくることになった。初日の朝礼には社長も同席して、横田が朝礼で部長就任の挨拶をし、俺たちはみんなで拍手をした。朝礼の最後に社長が、ところで青沢くん、例の取引先とは順調か?と聞いてきたから、俺は、はい!と元気よく返事をした。頑張れよ。小泉がいなくてもできるな。今度の商談も成功させてくれよ。もちろんです。頑張ります。社長が言う小泉とは元の営業部長で今の専務のことだ。俺はずっと小泉専務と組んで大口案件をいくつも抱えていたのだ。特に懇意にしているのは猫耳組だった。取引先の担当者とも良好な付き合いを続けているし、今後は俺一人で担当することになっていた。次の商談は最大規模になる予定だが、俺は心配していない。それから数日は何事もなく過ぎたが、ある日若い部下が俺に、青沢さん、横田部長ってヤバいらしいですよ、と耳打ちしてきた。横田部長の話、友人から聞いたんです。若い部下には、支社に友人がいるそうだ。
友人によると横田部長って強引に取引先に値引きを迫ったり犯罪まがいのことをしたりしてトラブルが絶えなかったそうですよ。それは本当か？なんで本社にその情報が伝わってこないんだ？支店長がかばっているとか、本社の人事に親戚がいるとかなんとか、それでトラブルに気をつけろって忠告されたんですよ。ああ、わかった。話を聞かせてくれてありがとう。部下にはそう返事をして会話は終わった。この時の俺はまだ楽観的に考えていたのだが、翌朝、横田は俺に向かって。青沢、今日の商談は俺も同行する。新しく部長になった俺が大口取引先に挨拶に行かなければまずいだろう。と言ってきたのだ。まあ確かにその通りだが、昨日部下からトラブルの噂を聞いているから嫌な予感がした。でも断る理由も思いつかない。わかりました。それではこちらが今日の資料です。俺は横田に資料を手渡した。横田はパラパラと資料を見ながら、こちらの利益が少なすぎると言い出した。あの適正価格ですけど。本社の連中はアマちゃんだな。この取引先からはもっと絞り取れるはずだ。横田はにやりと嫌な笑いを浮かべた。会社でこんな調子だったからものすごく心配していたのだが、横田の取引先での振る舞いは意外とまともで、俺は拍子抜けした。ただそう思っていたのは最初だけ。だんだんと俺は背中に冷や汗をかいてくる。丁寧な口調ながら横田は、この物価高の時代です、今まで安すぎたんで取引価格の改定をお願いしたいですね、と切り込んでいくのだ。取引先の担当者も最初は、そうですね、わかりました、などと言ってくれたのだが、横田が今までの200アップを持ち出した瞬間、顔色が変わった。さすがにふっかけすぎだ。もちろん俺は何も聞いていない。横田部長、それは俺が小声でたしなめようとすると、横田部長が強烈な肘鉄を食らわせてきた。俺は痛みで黙り込む。いやいや、この単価では無理ですよ。そこをなんとかお願いしますよ。こんな押し問答を2時間ほど続けて、最終的には取引先の担当者が根負けし、横田がかなりの増額を勝ち取った。横田はホクホク顔だが、俺は本当に生きた心地がしなかった。会社に戻ると横田が、青沢、発注処理をしておけ、とさっき書いた契約書を投げてくる。うちの会社は中途半端にアナログだから、商談時の契約書の細かい単価は手書きだ。会社に戻ってから単価や個数を工場への発注システムに入力する。発注システムの数字は取引先も確認できるようになっていた。あれ、この金額。俺は単価が書き直されているのを発見した。この部品は単価101円でしたよね。107円になってますけど。こっちは208円じゃなくて203円でしたよね。正しい金額で計算しても総額で13億という規模の商談になるため、改ざんした金額だと結構なズレになる。横田の字が汚いせいかと思ったら違った。横田はニヤッと笑って、どうせわかりゃしないよ、と言ったのだ。こんなすぐバレるやり方で改ざんして絶対に問題になりますよ。俺は叫んだ。俺は曲がったことが嫌いだし許せなかった。しかし横田はどこ吹く風だ。単価なんて契約の時しか見ないんだから問題ない。支社ではこうやって利益を出してきたんだ。俺が営業部長なんだから、お前は黙って言うことを聞け。横田はそう言ってタバコを吸いに行ってしまったが、俺は到底受け入れられなかった。後で横田に怒られようが責任を取らされようが構わない。俺は正しい金額で入力をし、小泉専務に連絡を取って一連の件を報告した。電話で手短に話したのだが、にわかには信じがたいようで、直接横田とも会って話がしたいという。しかし運悪く小泉専務は出張中で、戻りは来週の金曜日になるらしい。俺は若干不安だったが、これ以上できることはないし、
小泉専務が戻るのを待つことにした。ところが翌日、猫耳組から電話がかかってきて、いくつか単価が違うようですが、やんわりと言われたのだ。え？正しい数字に直したはずだから俺は驚いた。すぐにパソコンを開いて内容を確認すると、なぜか改ざんした単価になっている。あた、直ちに修正いたします。俺は電話口でペコペコと頭を下げ、即座に正しい金額に修正。幸い取引先は単なるミスとして流してくれたのだが、修正しながら俺はこれは横田の仕業だと確信していた。きっと俺に入力させた後、こっそり金額を確認し、改ざんした単価に変更したに違いない。ちょうどこの電話を受けた時は、横田は別の社員と一緒に外回りに出ていて不在。俺はすぐに小泉専務に連絡を入れた。小泉専務は社長と相談してみると言ってくれたが、重大なトラブルがあって出張がさらに伸びるという。そして翌日、また単価が違うようですが。取引先の担当者の冷ややかな言葉に俺は驚いた。昨日修正しましたが。昨日確かに修正されたのは知っています。ただ今朝もう一度システムを確認したんですよ。そうしたらまた違う金額になってました。大変申し訳ございません。今すぐ確認して。猫耳組か、電話を代われ。頭が真っ白になりながらパソコンを開こうとしたら、横田が来て俺から受話器をひったくった。そして横田は突然、大変申し訳ありません、全ては青沢の責任です、と言い出したのだ。何を言ってるんですか。俺はまた受話器を取り返した。あ、すみません、違うんです。俺は電話をひったくって取引先の担当者に弁解しようとしたが、俺の耳に取引先の担当者の冷たい声が響いた。どちらの責任でもこちらは構いませんが、一度ならず二度も三度もこういう不法行為をされると、信頼関係はなくなったと判断してもいいですよね。こうしてこの取引はキャンセル。13億の取引が失注してしまったのだ。電話が切れた後、俺は横田に食ってかかった。どういうことですか。あなたがシステムの金額を改ざんしたんでしょ。お前が素直に俺の言った通りに入力しないからだ。最初の日どうも反抗的だったから、念のため確認したら間違った単価を入れているじゃないか。間違った単価じゃないです。それが正しい単価でした。俺が決めた単価が正しい単価だ。横田はそう言い切った。俺が絶句すると横田が続ける。昨日外回りから戻って確認したら、取引価格をまた入れ直しているじゃないか。俺の言うことを聞かない部下なんていらない。だから全てお前の手柄にしといたんだ。とんでもない言い分だ。何が手柄ですか。犯罪の失敗の押し付けでしょ。俺は怒りのあまり変な笑いが出た。なんだか怒りすぎると冷静なような、興奮しているような変な気分になったのだ。その通りだ。部下はそのためにいるんだからな。さあ青沢、首か左遷、どっちか選べ。俺の代わりに責任を取らせてやる。そう言って横田は大きな声で笑った。あ、じゃあ首でいいです。俺はそれならもう首でいいと変な思い切りの良さを発揮した。怒りで妙なテンションだったからかもしれない。横田はきっとこうやって死者でものし上がってきたのだろう。小泉専務も出張で忙しかったのかもしれないが、対応が遅かった。それに今まで本社には横田の悪評なんて聞こえてこなかったのだ。誰か上層部に横田をかばう人間がいるなら、俺が何を言っても無駄だな。俺は悪いことはしたくない。でも自主退職もしたくない。会社都合なら失業保険がすぐにもらえるし。そうだ、そうしよう。こんな会社辞めてしまおう。俺は瞬時に頭の中でそう考え、
会社を辞めることにしたのだ。部署内で電話を受けてそのまま話していたから、周りも仕事を中断して俺たちのやりとりを一部始終見ていた。さっきの電話って猫耳組よね。あの大口案件が失注したの？単価の改ざんってマジか。頭に血が昇っていて俺は全然気づいてなかったが、周りは俺たちのやりとりを聞き、非難の目で横田を見ていた。若い部下が怯えながら、青沢さんは正しいことをしたと思います。取引の金額を勝手に改ざんなんてダメですよ、と意見してくれたが、横田はふんと鼻で笑った。じゃあ次の手柄はお前に譲ってやろう。文句のあるやつは出てこい。手柄の順番を決めるぞ。それが嫌ならさっさと仕事をするんだ。それってつまりまた不正をしてバレたら押し付けるってことかよ。俺はボソッとつぶやいた。やはり横田の下では働けないな。俺は机周りのものをさっさと片付け始めると、周りもギクシャクしながら業務に戻った。それにしてもあまりに話が通じない相手だと人間は会話を諦めるんだな。俺は人ごとのように思った。あっという間に身の回りの整理が終わり、俺は会社を出た。事務の女性には、細かい手続きは後日郵送でお願いしますと言ってある。周りは俺のことを心配そうに見つめるが、横田が怖くて何も言えないようだった。翌日、アラームを止め忘れていたから俺はいつも通りの起床時間に起きた。着替えようとしてクビになったことを思い出す。そうだ、二度寝しよう。会社員にはできない贅沢を味わおう。そう思って布団に戻り、数時間後電話の音で起こされた。若い部下が、あ、青沢さん、やっとつながりましたね。会社に来てください、と早口で言ってくる。え、でも俺辞めたんだけど。それが大変なんです。とにかく来てください。寝ぼけまなこで画面を見ると、何度も着信が来ていた。ただならぬ様子に俺は考えを改め会社へと向かった。俺が会社の自分の部署に着くと、俺を待ち構えていた若い部下から、会議室に行ってくださいと声をかけられる。会議室へ着き扉を叩くと、社長の秘書が扉を開けてくれた。目に飛び込んできたのは部長が土下座している姿だ。俺は度肝を抜かれた。本当に申し訳ございませんでした。どうかどうか首はご勘弁ください。社長はそんな横田を無視し、青沢君、来てくれてありがとう、と話しかけてきた。この温度差が怖い。社長は俺に、取引先の猫耳組からも小泉からも話は聞いたよ。それから営業部の社員たちからも次々に連絡を受けた。だから横田が何をしたかも全て分かっているよ、と言った。ああ、そうでしたか。あの時は横田の異常さに誰も俺をかばえなくなったが、陰では動いてくれたのだと思うと熱いものがこみ上げてきて、簡単な言葉しか出なかった。事前に報告を受けていたのに、こちらの対応が遅かったせいで青沢君にひどいことをしてしまった。本当にすまない。社長からも頭を下げられ、俺は社長の後ろの光景がまた見える。未だに横田が土下座で頭を床にこすりつけているのだ。シュールすぎる。社長、頭を上げてください。あの、ところでこれはどういう状況ですか？俺が聞くと横田が、どうかお許しくださいとまた声を張り上げる。そんな横田を無視して社長は、実はな、我が社と横田がとある会社から訴えられてな、と話し出した。横田を無視し続ける社長の静かな怒りがちょっと怖い。え、あの猫耳組ですか？
いくらなんでも昨日の今日で早すぎるだろうと思ったら社長は。ああ、違う。支社時代の取引先だ。小泉、説明してやってくれ。と言った。青沢は遅くなってすまなかったが、私の出張が伸びたのもその訴訟関連でね。実際に支社に行ったら、さらにとんでもないことも分かったよ。小泉専務が社長に代わって話し出す。横田は若い部下が聞いた通り、支社でやりたい放題。そんな横田をかばっていたのは支社長だったそうだ。支社長が全ての苦情を揉み潰すために、横田の悪事は表に出てこなかったのだ。でも、なんで支社長は横田をかばったんです？改ざんした売上との差額で、支社長と横田は横領していたんだ。ただ、今回、取引先からの訴状が来て、支社長は全てを白状したよ。そうだったんですか。支社は田舎にあり、取引先も地元の零細企業ばかり。本社もある大企業の部長から睨まれて仕事をもらえなければ、生きていけない。そのため、無理難題を聞いてきた。悪い意味での成功体験を積み重ね、横田は本社でも同じ方法でいけると思ったのだろう。青沢君、横田がクビだと言ったそうだが、そんなのは無効だ。戻ってきてくれないか。日頃から勤務態度が真面目で、正義を貫いた君がクビになる理由なんて一つもないからな。社長から優しく言われたが、俺は。横田が営業部長なら嫌です。と言って首を振る。当然だな。横田のような前代未聞の不始末を起こした人間は会社としても置いてはおけない。懲戒解雇にするよ。それから民事でも刑事でも責任を追及していくつもりだ。青沢君にクビだと宣言するのは我が社の社内コンプライアンス違反にもなるし。その責任も取ってもらうからな。社長に続いて小泉専務も横田を見捨てる発言をした。横田はずっと床に土下座をしたまま油汗を流しブルブルと震えている。社長も小泉専務もまるでゴミを見るような目で横田を見た。そんなそれは困る。おい青沢、お前からも何とか言ってくれ。あの時俺が言いたかったことは違うんだ。は？社長たちが絶対に引かないのが分かって、横田が俺に助けを求めてきた。面の皮が厚すぎて驚いてしまう。俺は、青沢はここをクビになっても他でやっていけるくらいの才能があるって褒めたかっただけだ。おい、上司が土下座してるんだぞ。お前からも社長と専務に取りなしてくれ。俺は乾いた笑いが出た。誰もそんな苦しい言い訳、納得しませんよ。まったくだ。社長も小泉専務もうなずく。横田はぐっと黙り込んだ。俺はそんな横田を見てため息をつく。支社では改ざんが当たり前だって言ってましたよね。でも支社だろうがどこだろうがダメなことはダメなんですよ。バレないからやってもいいっていうのは犯罪者の思考です。自分のやってきたことの不始末、自分でつけてくださいね。俺は責任の押し付け、それを手柄と呼ぶほど悪趣味ではないが、ここでかばうほどお人よしでないのだ。その後、横田は懲戒解雇になった。支社長も責任を追及され辞職したが、社長は絶対に許さないと言っていた。裁判もあるし、社長たちはこれからも横田に関わる機会があるだろうが、もう、俺と会うことはないだろう。猫耳組との13億の取引は横田がいないならと再度結び直してくれた。俺と小泉専務が何度も謝罪に行ったのも大きいだろう。俺には特別ボーナスが出たし、周りのみんなも俺の復帰を喜んでくれた。もう二度と横田みたいなとんでもない人間が現れることはないだろうし、真面目に楽しく仕事をしていきたいと思う。いつでも退職してくれて構わない。社長は俺にそう言った。俺に意見されたのが気に入らなかったのだろう。俺はこの社長のせいで大変なことに巻き込まれた。
望むところだ。俺は必ず社長に痛い目を見せてやる。俺の名前は佐伯優斗。化粧品メーカーに勤める38歳だ。俺は持ち前のコミュニケーション能力で、社内でも社外でも人脈を作り、成績も上げ、最年少で部長になった。部下もよくついてきてくれるし、うちの部の実績も上がっている。そんな時、突然社長が引退を発表し、専務が新社長となった。噂によると、上層部に派閥があり、社長は派閥争いに敗れたらしい。そう言われると、納得できる節はある。新社長は深沢という50代の男だ。前社長とは違い、私は若い力を大切にしていく、と演説で語った。とはいえ、前社長も年功序列だったわけでもないし、現場の声を取り入れてくれていた。新社長は何をどう変えていくというのか、その時点ではよくわからなかったのだ。深沢は各部署を視察した。君だけ随分と若い部長だな。そんなんで大丈夫なのか?と深沢に言われたので、俺は胸を張って答える。はい、部下たちもよくやってくれています。ただ、最近では取引先が増えているので、できれば人員を増やしていただきたいです。社長と話せる機会というのはあまりない。なので、俺はそう要望した。しかし、深沢は眉間にシワを寄せる。どこの部署もギリギリでやっている。このくらいできないなんて、君の指導力が弱いんじゃないか。俺はムッとしたが、なんとかこらえて話題を変える。これ、今度の企画なんですが、若手社員が考えたものです。今のうちの商品はマンネリ化している。売上はそれなりにあるのだが、何か新しいことを始めてみたい、という部下の要望があったのだ。これは部下が中心となって企画したが、なかなか面白く、俺もやりがいがあると太鼓判を押した。部下たちのアイデアを具体的にし、俺が企画書を作成。しかし深沢は、若手社員が、この業界の経験も浅い人間に何がわかるって言うんだ、と言った。俺は反射的に反論する。でも先日社長は若い力を大切にしていくとおっしゃっていましたよね。こういった新しい企画にチャレンジして経験を積ませてやりたいんですよ。すると深沢は俺を睨んだ。俺はこの企画は十分に利益につながると思うし、なぜ反対されるのかわからないと思っている。それ相応の理由があるのなら、そこを改善して再度企画書を提出するつもりだ。そう言ったのだが、深沢は、生意気だな、君は、と言ってくる。俺は若い社員たちにも、自分の企画が通る喜びを知ってもらいたかったし、新しいことにチャレンジして欲しかったのだが、深沢にその考えは届かないようだ。それ以来、俺は深沢に目の敵にされるようになった。部署の人数が足りないと言っているのに、なんと数名が移動させられ、ますます人数が減ってしまったのだ。人事に確認したら、深沢の指示だと言われた。残業代の削減をしろと社内通達が出て、残業にも厳しくなった。俺は役職者なので残業代は出ない。結局、俺が残業をして何とかすることになった。おかげでヘトヘトだ。無理してますよね。俺らも頑張りますから、と心配して声をかけてくるのは、一番付き合いの長い部下の真壁。いつも俺を心配して助けてくれているのだ。深沢は視察をする回数が増え、うちの部署に来ては俺に向かって、随分と疲れているようだな。シャキッとしろ、と叱責する。業務のことや人員のことを相談しても、そんなに気に入らないのなら、いつ辞めてもらっても構わないよ。君の代わりはいくらでもいるんだからな、
と言ってきた。しかし、俺が辞めたら、しわ寄せは部下に行く。それを防ぐために、辞めるわけにはいかなかった。翌月、俺に突然の辞令が下った。なんと、一ヶ月の海外出張に行ってこいという。うちの商品を海外でも展開するために、現地のリサーチをし、取引先を見つけてくるというのが、俺の使命だ。部下たちを置いていくのが心苦しくて、本当は行きたくなかったが、行くしかない。部下の真壁にも、佐伯さん、こっちは僕たちで何とかしますから、と言われた。俺が残業続きなので、ここにいるより海外出張に行った方が休めるのではないかという部下たちの言葉だ。そして俺は海外出張に旅立った。俺の英会話は簡単な日常会話程度でビジネス英語はできないが、いつも通り持ち前のコミュニケーション能力を発揮し、現地での交流を深めていく。そこで仲良くなったトミーさんという社長がいた。日本が好きな人で何度も日本に来ているという。日本語も堪能だ。うちの商品を見たことがあるそうで、海外進出するのであれば取引してもいいと言われた。トミーさんは地元のショッピングモールを経営していて、ここで扱ってもらえばかなりの利益は見込めるのではないか。それを会社に報告し、俺は現地のリサーチを続けた。数日後、深沢から滞在しているホテル宛に手紙が届いた。なんでわざわざ手紙なんか送ってくるんだ？俺は不審に思いながらもそれを開ける。なんと中に入っていたのは退職届だ。ご丁寧に記入までされていて、返信用の封筒まである。俺は慌てて会社に連絡した。深沢に代わってもらうと、もっと大きな取引にならないと意味がないだろう。海外出張だってただじゃないんだ。こんな取引先しか見つけられないなんて、給料泥棒かよ、と叱責された。この短期間で取引先を見つけただけでも褒めてもらいたいくらいなのに、どうして俺が怒られなきゃいけないんだ。俺は深沢への不満が爆発する。大きな取引先というのはどれほどの規模のことでしょう。こちらは取引に前向きですし、ご報告した通り地元で名の知れたショッピングモールをいくつか経営しています。それだけでもかなりの規模に。そこまで言うと深沢は俺の言葉を遮る。君の意見は聞いてないんだよ。退職届見ただろ？君はそこにサインして返送するだけでいい。そして深沢は笑う。給料泥棒、お疲れさん。ちょっと待ってください。俺はそう言ったが、電話はすでに切られてしまっていた。なんで俺がこんなことに。俺は気になって部下たちに連絡を取る。今、うちの部署がどうなってるのかとメッセージを送ると、一番付き合いの長い真壁が、佐伯さんの代わりという人が来ていて、俺たちも戸惑っているところです、と返信してきた。どうやら部下たちは、俺とのやりとりを禁じられていたようだ。どうなっているのかはよくわからないが、深沢が俺を追い出したいのは確実。それに、俺だって、もうあんな社長のところで働きたくない。俺はすぐに退職届を記入し、送り返した。部下から連絡が来たのだが、俺を海外出張させたのは、その間に深沢の派閥の人間を部長の椅子に座らせ、俺の居場所をなくすのが目的だったらしい。部下は新しい部長とやらが電話でそう言ってるのを聞いたそうだ。そして部下たちは、それを探るために結託し、新しい部長に取り入って情報を得たという。要は、深沢は自分の派閥の人間を役職者にし、自分の思い通りにしていこうということだ。部下たちは、随分危ない橋を渡って情報を得たらしい。ようやく全貌がわかり、俺に連絡をしようとしていたところに、俺がたまたま連絡をしたようだ。
俺が退職届を返送したことを伝えると、部下たちはがっかりしたが、仕方ないと割り切ったようだ。翌日、俺はトミーさんのところに行き、退職させられたので取引ができないと伝える。トミーさんは、ユートが首？と不思議そうに聞いてきたので、俺はすべてを話した。するとトミーさんは怒り、私ならこんな有能なユートを辞めさせないよ。君が持ってきた企画、こっちで実現させないか？と言う。あまりの勢いに、俺は後先考えず、首を縦に振るしかなかった。俺が持ってきた案というのは、部下たちが考え、深沢に却下されたあの企画だ。実はあの企画は、日本人だけでなく、海外でも人気が出るだろうという代物だった。和にこだわった商品で、パッケージも和柄、SNS 映えもするだろうと、若い社員らしいアイデアだ。俺はトミーさんと仲良くなった時、雑談でこんな案があると話したのだ。トミーさんはそれをすごく気に入って、取引をしたらぜひこの商品も作ってほしいと言っていたのである。そしてトミーさんはいきなり知り合いを呼び出した。それはトミーさんの取引先の化粧品会社の社長だ。その人に向かって、ユートを雇ってくれと暴走するトミーさん。起業して成功するには、このくらいの勢いが必要なのかもしれない、と俺は心の中で思った。化粧品会社の人に俺の案を話すと、興味を持ってくれ、あれよあれよと俺の転職先が決まってしまったのだ。半月ほどで話がまとまり、俺は転職したことと、あの企画が実現できそうなことを、部下たちに報告したところ、みんなが大喜び。今、うちの部署はどうなったのかと聞いたところ、5人いた部下が全員退職願いを出したと聞いて驚いた。佐伯さんがいなくなって、あの部署パンクしてますよ。俺たちももう限界です。と口々に不満を言う。有給消化中で、それぞれ転職先を探しているそうだ。真壁は早速自力で見つけ出したようだが、なかなかいい転職先が見つからない部下もいた。そこで俺は、今まで培った人脈を使い、まだ転職先が見つかっていない部下のために、転職できそうなところを探した。俺の転職先の社長にも話したところ、なんと部下を連れてきてもいいと言われ、海外進出をしたいと強く言っていた部下が転職してきた。他の部下たちも、それぞれ日本で転職が決まったのだ。転職先を探すときに、いろいろ連絡を取ったが、佐伯さんの部下なら安心ですね、と言ってもらえて助かった。俺がいなくなったせいで、部下たちが退職の道を選んだのだろうし、少しは役に立っただろう。そして俺は、こっちに来た部下と一緒に商品を開発。アメリカで発売したところ、狙っていた通り、SNS で人気に火がついた。小さな会社だったが、これをきっかけに名を上げたのだ。この噂は日本にも広まり、日本でも発売されることになった。しかもその取引先は、深沢の会社のライバル会社。ここには真壁が転職したので、うちとの取引を担当してくれている。トミーさんのところでも扱っているので、よく会うのだが、日本での状況を知ったトミーさんは、社長が悔しがるね、と深沢のことを言った。俺は、日本でもこの商品を広めたいという社長の指示で、今度は日本に出張することになる。まず挨拶に行ったのは、元部下である、真壁のいる会社だ。久しぶりに真壁と会ったのが嬉しくて、思わず飲みに誘った。そして、昔俺たちがよく飲みに行っていた居酒屋に足を運ぶ。懐かしいなぁ、と言いながら、いろいろ話をした。俺たちは窓際の席で飲んでいたのだが、急に外から視線を感じ、知り合いか？
と窓の方を見る。外を見た俺は声にならない声を上げた。元部下も深沢社長と引きつった顔でつぶやく。確かに前の会社から近いが、まさか深沢に出くわすなんて。深沢はなんと店にまで入ってきて俺たちのところに来た。お前何やってんだとなぜか俺を怒鳴ってくる。は？俺は思わずそんな声が出た。深沢は、お前のせいでうちの会社は大変なんだよ。お前がいなくなってからお前の部下たちが辞めた。その穴埋めができず事業は縮小。しかもなぜか取引先が次々と契約を中止してきたんだと言ってくる。深沢はすでにどこかで飲んでいたようで酒臭い。さすがに社長である人間がシラフでこんなことは言わないだろう。酒の勢いで行ってしまったというところか。深沢は真壁に気づき、お前こいつの部下だったなと睨む。そうですけど何かと真壁は強気だ。真壁は続けて言った。佐伯さんを海外に飛ばしたあなたが悪いんですよ。佐伯さんの能力を分かっていたなら絶対に必要な人だと思うはずです。俺はその言葉が嬉しくて思わず笑う。すると深沢は俺を睨み、何笑ってるんだと怒鳴りつけた。いえ、別に。という俺に深沢は迫る。お前、前に企画書を作っていたな。あれと同じ商品が今話題になっているのはどういうことだ？まさかお前、どこかに情報を売ったんじゃないだろうな。俺と真壁は顔を見合わせて笑う。情報を売ったって言っても、あの企画はあなたに却下されたじゃないですか。日の目を見ることもなかったものなので、他の会社が真似しようと何も言えないですよね。俺がそう言うと、深沢は唇を噛む。そして、お前、今何してるんだ？と聞いてきた。俺はカバンの中から名刺を出し、深沢に渡す。今はアメリカの化粧品会社にいます。はあ？アメリカ？深沢はすっとんきょうな声を出した。そして俺の名刺を確認すると、再びひっくり返った声で、この会社、あの商品の販売元じゃないか！という。てっきり罵倒でもされると思ったのだが、深沢は態度をコロッと変えてきた。日本に来てるということは、取引先でも探しに来たのか？そうだよな。そう聞かれたので、俺ははぐらかしながら、はあ、まあそうですね、と答える。深沢はいきなり目を輝かせて、だったら、うちと取引してくれ。うちなら利益を上げられるんだ。独占契約でどうだ？と言ってきた。俺は鼻で笑う。独占契約は無理ですね。今はこっちと取引してるんで。そう言って真壁を見る。真壁も名刺を出し、今こちらでお世話になってるんですよ。と言うと、深沢は、うちのライバル会社じゃないか。とまた怒り出した。真壁は涼しい顔で言う。佐伯さんに紹介してもらいました。ライバル会社にまで顔が利くなんて、さすが佐伯さんですよね。僕も見習って、今人脈を広げているところです。深沢は真壁を睨みつけ、俺に向き直る。だったら、次に出す商品でもいい。日本での独占販売、うちと契約してくれ。俺はため息をついた。よくそんなことが言えますね。あの企画を却下したのはあなたです。社長に先見の明がないなんて終わってますね。現に今、あなたの会社、倒産寸前じゃないですか。深沢は、なんだって、そんなことはないと強がるが、赤字に転落したことも知っている。俺は続けた。オタクと仕事をしても利益が上がらないのは目に見えています。
他社から取引を切られている現状がその証拠でしょう。真壁が隣から口を挟む。取引先ってほとんどが佐伯さんを信用してたんですよ。佐伯さんがいなくなり、俺たちも辞めることを告げると、だったらオタクじゃなくてもいいって言われましたよ。それを聞いて深沢はムキになっている。なんだと？俺がいるじゃないか。何が信用できないって言うんだ。俺は真壁と顔を見合わせて笑った。自分で分かってないんですか？あなたに信用できる要素なんて一つもないでしょう。何より部下の話も聞かない。口だけの社長なんてあなたの派閥の人間以外誰もついていきません。俺がそう言うと深沢はテーブルを叩き、目の前にあったビールを俺に浴びせてきた。驚いたが、俺はおしぼりで顔を拭きながら、これ暴行罪ですからね。覚悟しておいてください。と凄む。すると深沢は逃げていった。俺は居酒屋の店長に事情を話し、監視カメラに一部始終が映っていることがわかると、知り合いの弁護士に相談して訴えたのだ。深沢からは示談金をもらった。その後、深沢の会社はあれよあれよと事業を縮小。今では廃業寸前だ。商品の口コミも悪くなっているから、もう業績の回復は難しいだろう。俺はアメリカで楽しく働いている。それと、トミーさんがおせっかいを焼き、独り身の俺にトミーさんの娘を紹介してきた。トミーさんは俺の人生を変えてくれたが、この先も俺の人生に深く関わってきそうだ。これからもいい関係を築いていきたいと思う。あんたの会社、うちのおかげで成り立ってるよね。伝票を俺に押し付けながら笑っているのは、大口取引先の社長の息子、マサシ。高級寿司屋で偶然にも遭遇した不運を俺は呪った。伝票には食事代として30万と記載されている。自分の立場を利用してこれを俺に払えという。今までの蓄積もあり、俺は堪忍袋の尾が切れた。俺は谷原、50歳。工作機械を製造している会社の社長だ。工作機械とは、自動車や家電などの製造に必要な部品を製造するために使用する機械である。父の後を継ぎ、社長に就任しておよそ10年。娘も大学受験を受けるまでの年齢となり、月日が流れるのは早いものだと感じていた。そんな俺は、あることに悩まされている。うちの中でも、大口取引先の社長の息子、マサシだ。マサシは、うちを担当する営業なのだが、俺は彼のような態度の営業マンを見たことがない。乱暴な言葉遣いに、横柄な態度で接し、人を見下す心を隠そうともしないのだ。納期なんだけど、いつもの半分でもいけるでしょ？値段もさ、高すぎだと思うんだよね。ぼったくってない？このように、無理難題を言うのも当たり前の光景だ。しかも、うちの会社の営業担当者を飛び越えて、俺に直接言ってくる。自分が社長の息子だから、社長の俺に直接発言できると勘違いでもしているのだろうか。いやー無理ですね。値段についてもきちんと契約に沿ったものですよ。俺がきっぱりと断ると、マサシは頬を引きつらせた。谷原さんも冗談きついわ。うちがオタクにとって大口取引先だってわかってるでしょ。しかも俺は社長の息子で次期社長間違いなし。そんな俺の言葉を無下にするの？ふーん。出た。いつものパターン。俺はマサシのこの言葉を聞くたびにうんざりしていた。マサシは自分の要求が通らないとなるとすぐに次期社長という言葉を持ち出すのだ。兄さん、いい加減にしろよ。マサシの隣からたしなめる声がする。最近、マサシによく同行しているユータという人物だ。彼はマサシの弟で、
兄と違って穏やかで礼儀正しい男性である。俺が社長になったら弟をお宅の担当につけようと思って。と、マサシが言っていたのを思い出した。んだよ、ユータ。お前は補佐だろ。黙ってろ。いや、兄さんがむちゃくちゃ言うからだろ。谷原社長、兄はいつもこんな調子なのでしょうか。誠に申し訳ございません。弟の言葉に、マサシはぎょっとする。おい、なんで謝る。俺は当然の主張と、将来の自分の会社の利益を考えただけで。わめくマサシを放置し、ユータはひたすら、俺に謝罪した。兄弟でここまで違うのか、と、俺は頬をかく。マサシの父が社長している会社は、うちにとって大口取引先には違いないし、付き合いも長い。確か、祖父の代にはもう取引があったはずだ。それほど懇意にしてきた会社だからという気持ちもあるが、本当にマサシが社長に就任するようなら、今後について考えなければいけないかもしれないな。俺は、今日何度目かのため息をついた。数週間後、俺はとある寿司屋を訪れていた。うちの地元でも有名な高級寿司屋で、めったに来れないが、今日は特別。娘が希望大学に合格したお祝いをするからだ。予約した個室で、美味しいお寿司に舌鼓を打ち、俺たちは和やかな時間を過ごす。俺は妻と娘を先に退出させ、会計を済ませていた。金額を見て気を使わせたくなかったからだ。その時、俺は自分の不運を呪った。カウンターで寿司を食べていたある客とばっちり目が合ったのだ。その人物とはマサシだった。マサシはにやりと笑うと、俺に近づいてくる。おやおや、谷原くんじゃないですか。オタクみたいな会社の身分で、こんな高級店で食事とか、いいご身分ですな。普段は俺に対して、さん付けなのに、何なんだ？ニヤニヤした表情から、俺をバカにしているからだろうと簡単に想像がつく。ああ、これは、マサスさん、偶然ですね。俺が、無礼な発言を受け流して挨拶をすると、マサシは眉を吊り上げた。何がマサシさんだ？せめてそこはマサシ社長だろ。まったく、弱小会社の社長の分際で慣れ慣れし。弱小？自分の口元が引きつったのがわかる。10歳近く年下のマサシに訓付けされる言われはないし、そもそも俺はもともとマサシを名字で呼んでいた。仕事の相手だから当然だ。しかし、マサシは社長の息子で、最近は弟のユータと会う機会も増えた。つまり、親子三人とも名字が同じなのだ。ややこしいからと、マサシとユータ本人が、区別のために名前で呼ぶことを許可してくれていた。お客様、大声は他のお客様のご迷惑になりますので。店員が注意してくれるが、マサシは怒鳴り返すのみだ。奥で寿司を握る大将の目つきが険しくなるのが見えた。今日は家族の祝い事がありまして。では私はこれで失礼しますね。どうぞごゆっくり。こういう時、まともに相手をせずに受け流すのが一番いい。俺はニコリと笑い、背を向けて歩き出した。おい、待てよ。俺の肩をマサシが乱暴につかむ。あんたの会社、うちのおかげで成り立ってるよね。振り向いた俺にマサシは伝票を押し付けてくる。手に取ると、食事代30万の記載が目に映った。いくら高級寿司でも、一回の食事でこんな金額になるのか？俺が呆れていると、いやー、最近、ツケが溜まっちゃってさ。大将が今日こそ払えって言うから困ってたわけ。いやー、谷原くんが来てくれて助かった。
マサシが言うには、本来つけなどは許さない対象なのだが、この寿司屋はマサシの父親の行きつけでもあり、多めに見てくれていたらしい。俺に払えと言わんばかりの口ぶりに、俺は首を振る。私が払う理由はありませんね。俺が突っぱねると、マサシはこう言った。あんたの会社、うちのおかげで成り立ってるよね。底辺会社、ぶっ潰されたくないだろ？つべこべ言わずに、ここの飯代30万、お前が払っとけ。払わないならお前の会社はもう使ってやらんぞ。俺は、こらえきれずに吹き出してしまう。前々から何も分かっていないとは思っていたが、まさかここまでとは。まあ、俺が下の人間だと勘違いしているあたり、お察しではある。そうですか、そうですか。では、今進めている5億の商談は中止ということで、それから今後一切御社とは関わりませんので、あしからずご了承ください。あえて丁寧に言って、俺はもう一度ニコリと笑う。マサシの会社とは5億の大きな商談が進んでいた。何でも新規工場を立ち上げるにあたり、うちの工作機械を多く導入したいという話だ。マサシは今までまだ社長でもないのに社長のごとく振る舞ってきた。だったら今の言葉にも十分責任はあるだろう。大口の取引先であるのは間違いなかったが、マサシの会社を失ったからといって、うちが倒産するのはありえない。今までの蓄積もあり、俺は堪忍袋の尾が完全に切れていた。なんだよ。おい、払ってくれないのか？ああ、そうかよ。じゃあ望み通り倒産すればいい。未だ自分の勘違いに気づいていないマサシの怒鳴り声が聞こえてくる。店員や大将がマサシに注意する言葉も一緒に。俺は構わず店の外に出た。すでにタクシーに乗り込んだ妻と娘が心配そうにこっちを見ている。もう高額すぎて払えないんじゃって心配しちゃった。俺がタクシーに乗り込むと娘が茶化すように笑う。俺は心配かけまいと。ああ、待たせてごめん。ちょっと知り合いと偶然会って話し込んじゃったんだよ。と笑ってごまかした。せっかく美味しいものを食べて、幸福感に浸っている家族の気持ちの邪魔をするわけにはいかない。俺は先ほどのマサシとのやりとりを思い出していた。社長とは、今まで良好な関係を築いてきたが、もう仕方がないだろう。我慢して取引を続けたところで、一番困るのはおそらく、俺ではなく社員になる。俺の判断は間違っていないはずだ。俺は納得するように一人うなずいた。寿司屋での事件の翌日、マサシは社長と弟のユータの付き添いのもと、我が社へやってくる。昨夜の寿司屋での件を知り、これまでの無礼と一緒に謝罪したいという。数時間前にあらかじめ社長から電話をもらってはいたが、俺はこの時点で考えを直すつもりはなかった。だが、今までお世話になった社長の頼みだ。社長によると、マサシは昔から今と変わらない態度で、そのせいで他社での就職は無理だったらしい。そこで、社長はやむを得ず、自社で雇ったのだが、長い付き合いのあるうちなど、多めに見てくれそうな会社だけを担当させたのだとか。実は、今までも何度か、マサシについて謝罪をもらっていたし、近々マサシを担当から外すと約束もいただいていた。そんな矢先での事件だったから、迷惑な話だと思う反面、同じ親として、社長の心労は察するにあまりある。空いていた会議室に社長たち三人を通すと、社長とユータが深く頭を下げて謝罪した。マサシはというと、浅く頭を下げ、左遷した後やる気のないもの。俺が眉を潜めると、社長が無理やりマサシの頭を下げさせた。
お前は謝罪する気があるのか？マサシに抵抗されながら、社長は怒りに声を震わせる。力強く頭をつかまれて謝罪を強要されるのに、我慢ができなくなったのか、マサシは大声を上げた。なんだよ、なんで俺が謝らなきゃならないんだよ。バカ者、お前のせいで昔からうちを懇意にしてくださった方の信頼を失ったんだ。お前が謝罪せんでどうする。マサシが呆れたように笑う。はあ、うちが懇意にしてやったの間違いだろ。兄さん、それは違うよ。うちがいつも注文する側だから勘違いしたのかもしれないけど。ユウタが呆れた顔で説明する。うちの工作機械を導入しているからこそ、独自の金属や樹脂の難しい加工も可能になり、加えて生産性も安定するようになったのだと。つまり、お世話になっているのは我々の方だ。しかも谷原社長のおじい様には、起こしたばかりの我が社相手にも本当によくしていただいたんだ。私はその話を父からよく聞かされて、お前たちにも何度も話したはずだが。ユウタがうなずいている隣で、マサシはそうだっけとピンとこない顔をしている。どのような理解であれ、仕事をしている会社相手にマサシさんのような態度は大問題です。まして食事代を代わりに払えなど、まともな人間の行動ではないですよね。私としても本当に残念ですが、この後に及んでもこのような態度では、私の気持ちは決して変わりません。俺の発言にマサシは鼻で笑う。父親と弟がここまで説明したというのに、本当に何も分かっていないらしい。マサシの態度を見て、いつも温和な社長が声を荒げた。そもそもわしは今まで一言だって、お前を次期社長にすると言った覚えはない。わしは、ユータを次期社長にもう決めているんだからな。社長の唐突な発言に、マサシやユータだけでなく、俺も驚き、思わず、と口からこぼれる。なんでユータが、俺は長男だぞ、ありえねえ。マサシは社長の剣幕にひるみながらも、唾を飛ばしながら抗議する。ユータも驚いて目を丸くし、硬直していた。ユータには近々話すつもりでいたよ。だいたい、お前を次期社長になんてしてみろ。社員たちから猛反発が起こるわい。社長がそこまで言って、ようやくマサシは、そんなぁと脱力する。あなたは自分が次期社長と思い込み、好き勝手していましたが、もうそれも通じなくて残念ですね。俺の発言に、マサシは唇を噛みしめて、俺を睨む。社長は俺に向き直り、床に手をついて頭を下げた。俺は慌てて止めようとしたが、社長は首を振る。谷原社長、この度は、私の監督不行き届きにより本当に申し訳ございませんでした。誠に勝手なお願いではございますが、5億の契約と今後のお取引について、今一度お考え直しいただけませんでしょうか。我が社には、御社の谷原社長のお力が必要なのです。同じ社長としてそう願い頭を下げる姿に胸が締め付けられた。ユータも父親に続き床に手をついて頭を下げる。それを呆然と見つめるマサシを見て、俺の頭にある条件が思い浮かんだ。お二人がどれほど頭を下げて謝罪されようと、マサシさんが今までにした暴言、悪態は消えません。当の本人に反省の態度が見られませんしね。しかしながら、私としても、お世話になった社長や社員さんたちに迷惑がかかるのは望んでおりません。ですので、いくつか条件を了承していただけるのでしたら、5億の商談、そして今後のお付き合いに関して考え直したいと思います。俺が提示した条件は3つ。1つは、マサシを解雇すること。
もちろん決めるのは父親の社長だが、俺は彼が社員である以上、信用は難しいとはっきり告げた。二つ目は、納品する工作機械の値段を今後引き上げること。と言っても、今まで長い付き合いということで他社より安く納品していた。だからこれを機に正規料金にするだけである。そして最後に、社長に就任するまでの間、次期社長の雄太が我が社の担当をすることだ。まさしよりは当然まともだと思うが、本当に今後、良い関係を続けられるかどうか、この目で確かめたいという気持ちがあった。一つ目の提示の時点で、まさしは、そんなぁと悲鳴を上げていたが、おっしゃる通りにいたします。と社長は、すんなり了承する。親父、俺を見捨てるのかよ。そんなのあんまりだ。社長に詰め寄る兄を、ゆうたが押さえつける。全部兄さんが招いたんだろ。父さんに土下座までさせて申し訳ないと思わないのか。兄さんがもっと思慮深くて誠実で努力していたら兄さんが社長になれたかもしれないのに。うるせえ、社長になれるからって調子に乗るなよ、ゆうたのくせに。ゆうたに手を振り上げるのを見て社長がバカモンと一喝。お前、寿司屋の大将からも聞いたが、わしの息子という立場を傘に来て、社外でも随分好き勝手していたそうだな。だからお前は40を過ぎても恋人はおろか結婚もできんのだ。社長の怒鳴り声に、まさしは表情をこわばらせる。俺は好きで独身なんだよ。俺に釣り合う女がいないだけなの。まさしの言い分に、ゆうたは呆れたように首を振る。社長とゆうたが言うには、例の高級寿司店や、他にも、高級なバーなどで飲食代を付けにしたり、クラブで働く女性にしつこく言い寄ったりと、なかなか集大を晒していたらしい。確かに、寿司屋でまさしが絡んできたとき、まさしを見る大将の目は、ものすごく険しかった。おまけに谷原社長にまでこんな、今までわしが甘やかしてきたせいには違いないが、お前にはほとほと呆れ果てた。感極まった社長の背を、ゆうたがさすっている。誰も味方がいない状況で、まさしはゆっくり俺の方へ向き直り、涙をこぼしながら、俺に頭を下げた。俺が間違っていました。本当にすみません。だからどうか、俺の解雇をなんとか考え直してほしいです。俺、親父の元を離れたらどうやって生きていけば。ようやく本気で反省したのかと一瞬でも思った自分がバカだった。口では謝っているものの、この後に及んで自分の心配しかしていないのだ。あなたは40を過ぎたいい大人だ。どこでもやっていけるでしょう。今から常識を身につけるのは非常に苦労しそうですが、どうぞ頑張って。非常にを強調し、あえて丁寧に言ってやると、まさしは今度こそ再起不能になった。社長とゆうたが最後に深く頭を下げ、抜け殻になったまさしを引きずるようにして退出していく。パタンと扉が閉まるのを確認すると、明日からはストレスが大幅に軽減されそうだ。俺は大きく伸びをした。後日、正式にゆうたが次期社長だと社内で発表されたそうだ。俺の元にもゆうたが直接挨拶にやってきた。正式に就任するまでもう少しの間担当としてこれからよろしくお願いいたします。相変わらずの丁寧な物腰に俺は安心する。ゆうたから聞いた話だが、まさしはすぐに会社から追い出され、今では当園の経営する宿泊施設に住み込みで働いているのだとか。まさし自ら頭を下げ、頼み込んでという話だが、接客業の鬼である親戚に毎日しごかれ、辛い、帰りたいと頻繁に連絡が来るそうだ。せいぜい性根を叩き直してもらえばいい。5億の商談も、約束通り、ゆうたが担当してくれる。彼はやはり兄と違い、誠実で何より勤勉だ。しばらくしたら、ゆうたは社長になり、
直接会う機会は減ると思うが、彼が経営する会社となら今後も良い付き合いができるだろう。俺も切磋琢磨して社員を支えていこう。機械なんてマニュアルがあれば誰だって扱えるでしょ。新社長がバカにしたように鼻で笑う。長年機械のメンテナンスや修理を担ってきた俺にとって聞き捨てならない言葉だ。こまめな調整の大切さはおろか、知識もないからこそそう簡単に言ってしまえるのだろう。本当にそうでしょうか。俺が口を開くと新社長は鬱陶しげに俺を睨みつけた。俺の名前は高島、53歳の会社員だ。工業大学を卒業後、今の食品会社に入社した。最初は事務仕事をしていたのだが、数年後に製造工場に移動。在学中に機械保全技能士という、工場内の機械に関わる資格の3級を取得していたのを買われたのだ。それからはずっと機械のメンテナンスや修理をしている。この仕事をするようになってから25年。今では実務を積み、受験して資格の等級も上がった。工場内には多くの機械が設置されており、その中の一つでも動かなくなると致命的だ。俺たちがいるからこそ、毎日みんなが安心して作業ができるのだと、工場長も言ってくれている。俺は部下を育てながら、自分の仕事に誇りを持って取り組んでいた。俺がいつも通り業務をしていると、部下たちが俺に話しかけてくる。話題は新しく社長になった誠司という男の話題だ。二代目社長は確か会長の一人娘の旦那さんだったかな。それがどうしたんだ。俺も噂程度しかわからない。会長の娘さんも以前は本社で働いていたようだが、体が弱いという理由もあり、結婚を機に退職して、今は専業主婦をしているそうだ。その二代目社長の誠司さんが今度うちの工場に視察に来るらしいですよ。部下は苦々しい表情で言う。特に不思議でもないが、と。俺は首をかしげた。会長としては信頼できる身内に社長を継がせたかったのだろう。娘が無理なら夫の誠司にと白羽の矢が立ったようだが、部下たちが言うにはそれが大きな間違いらしい。高島さん、知らないんですか？新社長に就任する前は目立たないけど、真面目だって評判だったらしいですよ。でも、いざ社長になった途端、横暴に好き勝手やってるって、噂になってるんですよ。きっと今まで猫をかぶっていたに違いないという部下に、俺は苦笑した。仮にも、今までずっと本社で働いていた人なんだろう？まあ、多少性格に難があっても、よくある程度のレベルさ。もしくは、社長になって浮かれているのかもな。それより、ほら、口を動かしてないで。担当箇所のメンテは終わったのか？やんわり言うと、部下たちは、いけねっと駆け足で去っていく。俺はやれやれとため息をついた。二代目社長誠司が視察に来る日がやってきた。誠司は高級スーツや腕時計で身なりを固めている。来て早々退屈そうにあくびをしていた。会長が要所だけでもいいから工場を見て回れってうるさくてさ、だから来たんだけど。別に普通の工場じゃないか。わざわざ俺が視察に来る必要あったのかな。ちょうど俺が機械のメンテナンスをしているそばで誠司が言う。どことなく誠司は不機嫌そうで、ピリピリした雰囲気だ。うちの工場は他の工場より規模が大きく、重要な製造も多く任されております。それで会長もそうおっしゃったんでしょう。工場長が苦笑しながら誠司に説明した。ああ、そうだったっけ？ああ、正直興味ないんだよな。機械音が頭に響くし、さっさと出たいよ。頭を押さえて見せる誠司に、工場長が大丈夫ですかと気遣い様子を見せる。いやー、ゆうべは飲みすぎてね、朝にようやく帰れたんだ。俺が二代目社長に就任したからそのお祝いだって。
店の女の子たちが話してくれなかったんだよね。俺は思わずセイジの方を見た。セイジは思い出しながら、デレデレと鼻の下を伸ばしている。仮にも社長ともあろう人が、と呆れてしまう。飲みに行くなどは個人の自由だが、せめて仕事は真面目にやってほしいものだ。しかも二日酔いなら自業自得じゃないか。そんな気持ちが表情に出てしまっていたのだろう。社長は俺の視線に気づいた。あ？なんだその目は。俺が新社長と知ってのことか？俺はその場から立ち上がり挨拶する。高島君は長らくこの工場で機械のメンテや修理を担当してくれているベテランなんですよ。工場長がそう紹介すると、セイジは眉を潜めた。え？修理専門ってこと？他にも新しい設備の立ち上げや、設備の運用管理に関わったりもすると説明したが、セイジは首をひねっている。しばらく何か考え込むように顎をさすり、やがてにやりと笑った。機械なんてマニュアルがあれば誰だって扱えるでしょ？修理専門なんて人件費の無駄もいいところじゃないのか？ 25 年間メンテナンスや修理をしてきた俺にとって聞き捨てならない言葉だ。マニュアルだけで完結するならわざわざ専門的に学ぶ学校があるはずもない。機械は意外と繊細で、こまめな調整が重要である。何も知識がないからこそ、こうも大それた言い方ができるのだろう。俺は不快感を隠しきれず、厳しい表情を浮かべた。まあそんな言われ方したら焦るよな。今まで楽な仕事をして給料をもらってきたのに、不要なんて言われたらさ。挑発的な政治の言い方に、俺は拳を握りしめる。楽な仕事ってどういう意味ですか？俺の様子を見守っていた部下が、政治に食ってかかろうとするが、俺は手で制止した。俺以外の部下にまで矛先が向いたら厄介だ。政治は俺に指を突きつける。わからないか？なら言い換えよう。会社の規制中は、やめてくれ。お前みたいな自称機械に詳しいだけのジジイはクビだ。信じられない言葉に、俺は開いた口が塞がらない。この男は何を言ってるんだ。先ほどおっしゃっていましたが、マニュアルがあれば誰でも扱える？本当にそうでしょうか？お言葉ですが、何か機械に不具合があった時、私どもでなければ対処できないことがたくさんあります。俺がきっぱり言うと、部下たちも揃ってうなずく。はあ？あくまで自分の存在を正当化したいわけ？はっ。必死すぎて笑える。クビになったら惨めな老後が待ってんだから、うちに帰省し続けたい気持ちは理解できるけどさ。政治はニタニタと笑い、言葉を続けていく。会長は社長を退く前からよく言ってたんだよ。人件費やコスト削減を考えると頭が痛いってな。だから、俺が社長に就任したら、まずは不要な人材を削減しようと思ってたんだ。そういう意味ではちょうどよかったよ。二日酔いで気分が悪い中、我慢して視察に来て正解だったわ。唐突な俺への首宣言で様子を見ていた周囲がざわついた。さすがの工場長も慌てた様子で政治に抗議する。社長、それはいくらなんでも承知できかねます。高島君たちは工場に必要不可欠な存在で。うるさい。あんたまで俺を不快にするのか。工場長ごときどうにでもなるんだぞ。感情が高ぶっているせいか、より強い口調で政治が怒鳴った。工場長は言葉を詰まらせ、他の工場員たちも戸惑いの表情を浮かべている。じじい一人でいいと思ったが、こうなればその部下たちもクビだ。俺を不快にした罰としてな、一ヶ月後を退職日とするから、今のうちに転職先でも見つけておくんだな。
果たしてジジイは再就職先が見つかるのかな。ったく、頭痛い。寄生虫どものおかげで余計に頭が痛くなってきたわ。もう今日は帰る。視察の続きは後日ってことで。感情的にまくし立てると、セイジは背を向けて歩き出した。工場長は、お待ちくださいと納得できない様子でセイジを追いかけていく。高島さん、どうしたら俺たち本当に首に。先ほど、セイジに食ってかかろうとした部下が震えた声で俺に尋ねる。いくらなんでも横暴だ。今時正当な理由もなく社員を首にできるわけがない。もしも本当に首にしてこようものなら、俺にだって考えがある。俺は安心させようと部下に言いながら、ある考えを頭に浮かべていた。一ヶ月が経ち、セイジが再びうちの工場にやってきた。セイジはまたしても二日酔いなのか、近づくと酒の匂いがする。足取りもややおぼつかない。俺にはもう関係ないのだが、社会人として心底呆れてしまう。確か今日が退職日だよな。俺が直々に見送りに来てやったぜ。セイジは以前のように嫌味っぽくニタニタと笑っている。わざわざそれだけのためにいらしたんですか？俺が皮肉を込めて言うと、セイジはめんどくさそうに首を振る。そんなわけないだろ。今重要取引先へ納品する製品を製造中だから、工場長に色々と確認があってきたんだよ。電話やメールじゃわからんことも多くてな。俺と部下の顔を見渡して、セイジは面白くなさそうに鼻を鳴らした。はっ。なんだよ。面白くない。もっとしみったれた表情でもしてると思ったのに。お前らは今日で首なんだぞ。あ、それとも強がってる。まあ、寄生虫にもプライドくらいあるよな。お前らみたいな無駄がなくなる分、もっと優秀な機械でも導入しようかね。よっぽどお前らより、働いてくれるに違いないさ。ははは、と社長は高笑いしながら、俺たちのいる部屋を出ていく。笑ってられるのも今だけですよね。部下の一人がそう言い、俺はうなずいた。定時のチャイムが鳴り、俺たちは帰り支度をしようとしていた。その時、慌てた様子のセイジが飛び込んでくる。何事かと目を丸くしていると、セイジは顔面蒼白で俺に向かって叫んだ。機械が動かん。急に止まっちまったんだ。お前なら何とかできるんじゃないのか？早く直して納期を守れ。もしも製造が止まったら大損害になる。俺と部下たちは、と顔を見合わせる。よくよく聞いてみると、うちの工場の中でも特に重要な機械が停止してしまっているようだ。俺たちがいなくなった後、何がしかのトラブルが起きるだろうと思ってはいた。だが、まさか退職日の今日を起きるとは。それにしても、と、俺は首をかしげた。先月首を告げられてから今日まで、俺たちは通常通りメンテナンスや修理をしていたのだ。不具合が起きたとしても、急に止まってしまうなんてちょっと不自然に感じる。何か心当たりはないんですか？俺が尋ねると、途端に社長は目を背けて口ごもった。俺はその隙に部下たちに、行っていいぞと目で合図をする。もう定時のチャイムが鳴っているのだ。彼らが残っている必要はない。部下たちと入れ違いに工場長が入ってきて、理由を言う。社長がどうやって持ち込んだのか、栄養ドリンクの瓶を機械の上に落としたんですよ。理由を聞いて、俺は開いた口が塞がらなかった。飲み物くらいこぼさなければ大丈夫だと思ったんだ。どうやら、セイジが飲み物を飲んでいる最中、工場員が血相を変えて注意したそうだ。セイジは、
突然の注意に驚き、瓶をよりにもよって機械の真上に落としたらしい。普通は工場で飲食がダメだということくらいは常識だ。規則で決まっており、入り口にも注意事項として記載されている。おそらく落とした衝撃で瓶が割れ、異常を感知し緊急停止装置が作動したのだろう。ガラス片や中身の及ぼす影響が心配だ。俺は呆れてため息をつく。なんだ、ご自身が招いた結果なんじゃありませんか。非常識すぎて理解に苦しみます。あなたが動かないと言ったその機械は、うちの工場の中でも特注の機械で、俺しか修理できませんが。ああ、でも、もう定時になりましたね。帰省中の俺はリストラなので、これにて失礼。もう辞めるのだからと、俺はかしこまった言い方をやめて社長に言い放った。お願いだ！こんなことが会長にバレたら、俺はおしまいだ！あげくに、お前らをクビにした件までバレたら、な、頼む、戻ってきてくれ。何を思ったのか、俺の足にしがみついてくる聖司。うわ、やめてください。あまりに突飛な行動に、俺はぎょっとする。引き剥がそうとするが、聖司はしっかりと俺の足を掴んで離さない。社長は見苦しいですよ。工場長がそう言って、なんとか聖司を引き剥がしてくれた。聖司は地べたに尻餅をついた格好で、ジタバタとみっともなく暴れている。子供が店の通路でダダをこねるような光景だ。俺は見かねて聖司に告げる。機械の故障はともかく、あなたが私たちに対して不当にクビだと宣言したのは、会長はもうご存知ですよ。実を言うと、聖司にクビ宣告を受けた後、俺たちは工場長と一緒に会長の元を訪れたのだ。録音などの証拠はないが、会長は真剣に俺たちの話に耳を傾けてくれた。会長は深く謝罪してくれて、その上で聖司は何とかするから働き続けてくれないかとお願いされた。しかし、俺たちの答えはノーだ。お身内に社長職を継がせたかったのでしょうが、聖司さんのような人間を社長に据えられた会長にも責任があるかと存じます。少なくとも私はもう会社を信用できませんので、自主退職をさせていただきたいと思っています。部下たちも同じ気持ちだと俺に続く。会長は神妙な顔でうなずいた。この時に会長が教えてくれたのだが、俺たちから話を聞く前から、聖司の悪評は会長の耳まで届いていたらしい。すでに色々と調査をしており、近いうちに聖司に突きつけるつもりだったのだとか。あなた方の言う通り、私にも大きな責任がある。娘の婿だからと安易に決めてしまったのが間違いでした。本当に申し訳ない。会長は再び俺たちに頭を下げ、約束してくれた。慰謝料を上乗せした退職金をそれぞれ支払い、自分の信頼できる転職先を紹介してくれると。俺が会長としたやりとりを説明し終えると、聖司はガクガクと震えていた。もともと顔色が悪かったのに、もはや土系色に見える。俺は言葉を付け足す。会長と専務が話し合って、私たちの後任はすでに決まっているようですが、配属されるのは来週からのようですよ。あ、マニュアルがあれば誰でも修理できるんでしたっけ？社長が壊したんですから、他の者に任せずに頑張って対応してくださいね。俺は棚から分厚いマニュアルを取り出し、聖司の目の前に差し出した。聖司は差し出した俺の手ごと払いのける。お前がやってくれたらいいだけの話じゃないか。なんだ、金か？金なら払う。なんなら再雇用してやるから。それとも謝罪か？ほら、土下座でも何でもしてやるよ。俺は思わず吹き出した。ここまで誠意のない謝罪なんて見たこともない。先ほど言いましたが、
会長が新しい職場を紹介してくださって、もうここで働く理由はないんですよ。それにしてもこの状況、まるであなたへの天罰のようですね。寄生虫と馬鹿にした私に助けを求めて、今はどんなお気持ちですか？機械っていうのは日々のメンテナンスが重要で、専門の知識や積み重ねた経験がものを言うんです。あなたはそんなことも理解できず、自ら俺たちを必要ないと言い切ったんですよ。全部自業自得です。愕然とするセイジのそばで、うんうんと工場長がうなずく。全くもってその通りです。社長、早く対応しないと本当に納期に間に合わなくなります。それから会長にも機械について報告した方がよろしいかと。工場長の言葉にセイジはくっと苦い顔をした。俺は先ほど、セイジに掴まれたズボンの裾を払い、にっこりと笑う。それでは、お疲れ様でした。カバンを持って、颯爽と部屋を出ると。高島、待ってくれ！と、情けなく叫ぶセイジの声が聞こえてくる。俺は振り返らずにそのまま工場を出た。後日、会長から連絡を受けて知ったのだが、俺が帰った後、案の定製造がストップしてしまったらしい。かなりの損害が出たようだ。セイジはもちろん社長の座を剥奪され、挙句会長の娘とも離婚になったと聞いた。会長が調べていた情報の中には、クラブで働く女性とセイジの浮気の証拠もあったようで、離婚に関してはこれが一番大きな理由となったのだろう。セイジは多額の損害賠償と浮気の慰謝料まで請求され、今ではもうどうしているのかはわからない。せいぜい自分の過ちを後悔してお金を払い続ければいいと思う。俺や一緒に辞めた部下たちは会長から慰謝料を受け取った。そして紹介された会社で元気に働いている。せいじの一件はいかに真面目に取り組むのが大切か改めて痛感させられる出来事だった。今の職場でも実績や資格でみんなが俺を頼りにしてくれるのだが、調子に乗らず誠実に仕事に取り組むつもりだ。